戻ってきたんやけどね、基本的に筋ちごたんかいなこれ。これで持てんのか。でもこの道もね、目的地も途中で切れてるんよね。道ないんかな、そこまで。ほいでもね、広い場所なんやで、今から行くとこ。そこまで続く道ないっちゅうのもおかしなもんやでな。まあちょっと行ってみやんとわからんけどよ。なんかこれだけなんか不思議なこと起こってたら、みんな一体どこ行くんよって思ってるやろ今。ワイも、これどっちよ。こっちか。なんやこれ、みなべ100年の森。100年の森かい。マジかい。マジかいってどうよこれ。出んのか。なんかこの道も怪しいな。あ、マジかい。高梨翔。俺。ちゅうことは歩きはオッケーちゅうことか。車があかんちゅうことか。でもなあ、そこ目的地この奥どっちごだら入る意味ないしな。ちょっと腹ごしらえしてドローンで先見ますわ。
行こうかなと思って見に。あ、ほんまに。ばあちゃん、今日からちょっと見に行こうかな。あ、こういったら私もちょっとだけ一緒に入らせてもらって。ありがとうございます。なんとまあ、よかった。以上するからね。うん。小田君もあったんだけど。あ、そうなんですか。はい。ほら、ちょっとだけ入らせてください。ありがとうございます。ラッキーやな、みんな。開けてもらえたで。私の行きたかったとこが、100年の森っちゅうとこみたい。そなや変わったみたいですな。うわぁ、これ今歩いて行こうかやなと思ったのに。なおい、神降臨やなおい。おー、すごいなぁ。罠仕掛けに行くって言ったな。イノシシとか鹿来るんかな。おお、置いてた、置いてた、すごいな。おお。すごいな、これがずっと行くんか。おー、ここがね、なんか昔サーキット建設予定地やったみたいでね。わー、でもなんか工事が中断してもたとかなんとかネットで書いてましたな。うわあ、これさっきのここは何や、これは何や、ヘリポートか。鉄板ヒーチャーだ。ヘリポートなんかな。ヘリポートとか何も書いてないけど。おお。わあ、すごいね。でもコースのなんか跡っていうのがあんまりわかりませんな。わお。どうよこれ。100年の森ですか。ほら、こっち行ってみようか。おお。何があるってないんかい。こっちにも道あるけど、ここらこれコースやったんかな。コースの道やったんかな。木の建物はどこなん。どうよ、あれ違うぞ、あれ、うわー、どうよこれ。うわー、これコースかい。これ行けんのかい。わお、わお、
屋んど？え？うわー、これ何よ？道になってるけど茂りすぎてあかんな。どうよ。うわ。サーキットできるとこやったんかい。え？なんか広いけど。おおおおお。どっちよ、こっちか。走りやんでな。鍵開けてもらわな。え？みんな、これ貴重な映像やで。え？どうよ。さっきの建物はどこなん？前なんな。だいぶこっちに続いてるな。え？どうよ。うわー。なんなん？あ、なんなら南の森とかじゃなきゃかい。植えちゃうのかい。でもさっきの建物どこよ。ないな。どこへ、あれ、どうよこれ、あれ、あの向かいの山ね、削ってここサーキット場にする予定やったみたいですわ。すごいわな。すいません、ありがとうございました。ほう、やっぱあの白い建物、あれみたいなガソリンスタンドやったみたいですわ。ここ工事すんのにスタンド、ガソリン蓄えてするためにスタンド立てちゃったやつみたいで、ちょっと今用見つけ屋なんだけど、しゃあないな。すごいな。やっぱり最初の道間違ってたんやんか。